らったことがないので、すごい広いですよ。上立ってみたらね、もう横のスペースがこんなにかっていうぐらいね、すごいね。ね、2人でスペースありありの感じでね、広々とさせていただいているんですけれども、あそこもトラックなんかすごいですね。日本列島めちゃめちゃ並んでてね、本当に全国のトラック野郎たちが今日は集まっているのかなということでですね、大丈夫ですかね、暑くないですか、大丈夫、暑くない、暑いわ、暑い暑い暑い中ですけども、あの水分取りながら、はい、9月になりましたけどまだまだ暑いのでね、最後までよろしくお願いします。イエイ、では、今日はですね、トラックアートのイベントにですね出演させていただくということで、僭越ながらこの曲をカバーしたいと思います。You have to
ものすごく気持ちいいです。風もね、夕方になったらもうちょっと涼しくなるかな。そうやね、まあ、ほんまやね、7時ぐらいまで、はい、あるということでね、長い一日になりますが、フードもたくさんブースが出ててね、美味しいものを食べていい休日を。あ、明日も休みよね。ね、休みじゃない、仕事の人もいる。敬老の日よね、明日ね。あ、仕事です。仕事の人も頑張れお疲れ。ね、世間は3連休ということで、明日敬老の日でお休みの人も多いかと思うんですけれども、すごいね、あの後ろのあれセグウェイですか。セグウェイじゃない、あれ何、セグウェイ。頑張れ、なんか女性が頑張れあれなんか体験とかあるんですかね。ないかな、あるんかな。あ、なんかいろんな、あそこにもなんか車のね、あのちっちゃい車のなんかコーナーがありまして、遊んでる感じ、うん、ラジコンかちっちゃい車の、あのラジコンでね、あの遊べるブースもあるみたいなので、皆さん暑いですけども、タオルね、頭にかけながら、帽子かぶりながら、そういい感じでね、はい、最後までよろしくお願いします。イエイ、ありがとう。今日はみんな夜まで一緒に遊びましょう。
CD がなんと残り3枚出てきましたので、ぜひですねラスト3枚になります。朝花田の空という、あ、江の葉さんのブースそちらにあります、その横ですかね、横の方にちょっとこそっと置かせていただいておりますので、よかったらまた確認してください。ありがとう。あ、すごい大好きな曲なのでね、心がちょっといっぱいになりました。あ、幸せな気持ちで歌わせていただいておりますが、次の曲はですね、ちょっとあなたの大切な人は、誰ですか、大切な人にとって自分はどんな存在に、なりたいかなという曲なんですけど、この会場にいる皆さん、あなたです、あなたです、あなたにとって、大切な人というのは誰になるんでしょうか。緑のタオルを肩にかけた素敵な帽子のお兄さん、あなたです。素敵な大切な人は誰でしょう。妻。拍手。いいですね。奥様は今日は来られてないんですか。来てないですね。付き合っとられみたいな、こんな暑い中行けみたいな言うね、暑いからカメラでね、今日はたくさん楽しんでもらったらと思うんですけど、じゃあ引き続きなんですけども、その奥様にとって自分はどんな存在でありたいでしょう。おー、拍手。かけがえのない存在、ありがとうございます。めちゃめちゃいいのいただきました。素晴らしい、ありがとうございます。はい、皆さんね、好きな人、大切な人、大事な人いると思うんですけれども、その人にとって自分はどんな存在でありたいかなという、そんな曲になります。マイリトルラバー。ですね、はい、あっという間の時間なんですけれども、何？第2部、そう。
ということでね、また夕方ももう一セットありますので、ぜひ次のね第2部はね、なんとギターを持ち帰ります。そして花本も変わります。ガラリと携帯が変わりますのでね、その変化もお楽しみにしてもらったらと思うんですけども、よろしくお願いいたします。あ、タピオカ美味しそうやね。タピオカじゃないね、ミルクティー的なやつですかね。うん、でね、ちょっと後で飲みに行こうかなと思います。すごいなんかたくさん